ひょう、吉田正尚、そう打てなかったわ、せや。公式戦では初めて先発として7番に入ったことについては、いろんな打順を打っているし、任されたところでと述べると、良ければ上へ行くでしょうし、悪ければ下へ、それだけと続けた。そして、今日、噂はどうでしたか？と、参加マイナー3位で先発した同学年の噂は直行投手の投球内容について尋ねてきた。噂はシラキュース戦に先発で初登板し、5回を4安打3失点、5三振1四球で敗戦投手となった。そう打てなかったわ、せや、噂はの結果聞いたろ。ガチで噂は関係ないのに草生える。真中がロッテ見て安心するあれかよ。せや、噂はの成績見たろ。これはねっちょ。ガチで唐突に聞いてて草。同級生で仲良いから気にかけただけや。同世代で仲いいから上がってきてほしいんだろ。ガチで聞いてて草、メンタルぶっ壊れてるやん。せめて身内の朗報だけでも聞きたかっただけや。ちゃんと噂はがあかんのが笑える。噂はが抑えてればよかったのにしっかり打たれてるの笑うわ。噂はもう噂はで何やってんねんって話やし、吉田はもはや笑えん成績やし、なおよしとうとい。ここから噂はがメジャーに上がって初先発の試合で吉田が決勝ホームラン打って初勝利の感動ストーリーや。